さて、ドラマチック RPG 神釣りレポート第2回。今日の議題はゲーム内容についてだ。桃地、悪いけどよ、おいら体調が優れないんだ。お前一人で進めてくれ。まだナースとの合コンを引きずってるのか。そりゃそうだろう、ナースだぜ。おいらてっきり白衣の胸元をパックリ開けた巨乳で色白の姉ちゃんが、エンコちゃん、勢力増強のお注射打ちましょうねとかなんとか言ってくれちゃうのかと思ってたんだよ。それがありゃなんだよ、しわくちゃのバッバーじゃねえか。失礼だ、熟女と呼べ。熟女と、熟女は大好物だよ。でもありゃ熟女じゃねえ。っていうかあいつらは人間でもね、半分妖怪入ってんだろ。逃げ恥のやつなんか垂れた乳をスカーフ代わりに首に巻いてたぜ。女性はおしゃれが好きなんだ。そういう問題じゃねえって。とにかくおいらはまだ心の傷が癒えてねえんだ。レポートとやらはお前に任せる。じゃなん。おい、どこへ行く。だから気分が悪いから家に帰って横になるっつうの。ははん、さてはお前また合コンだな。何言っちゃってくるちゃってまんねん。その使い慣れない大阪弁、明らかに動揺している。さあ白状しろ、今度はどこのどなたとの合コンだ。いや、オイラは行かないって言ったんだよ。でも大黒の旦那が人数が足りないからんて。嘘をつくな、大黒様が合コンなんて行くものか。いや本当なんだってばよ。ほら弁天は旦那に続婚だろ。だから弁天が友達を誘って無理ぐりセッティングしたんだよ。弁天様の友達ということは天女様か。そうなんだよ、羽衣一枚ですっげすけだってよ。羽衣一枚ですっげすけ。さあ桃地、額の絆創膏を剥がしてみろ。自分に正直になれ。真実を確かめねばなるまい。本当に羽衣一枚ですっけすけなのか否かを。